一日あたりの接種人数を5000人に拡大した東京会場を岸防衛大臣が視察しました。ワクチン3回目の接種は発症予防、重症化予防の要,あ要となるものであります。自衛隊が運営する新型コロナワクチンの大規模接種で、東京会場は7日以降2160人だった一日あたりの接種人数を 今日から5040人に拡大しています。岸田総理は今月後半に3回目接種の1日100万回の実現を掲げていて接種機会を増やし押し上げを図ります。